2005年の開幕戦いよいよ始まってまいります。さあいよいよ500クラス300クラス混走のこの GT スーパー GT の開幕。さあ岡山で最初にチェッカーを受けるのは一体どのマシンでありましょうか。さあ柳田のこのポールポジションゲットした後のスタートが気になります。さあもう10ピットはザルビー、あるいはアドバンスープラがエプソン SX がさあさあ蓋を送ってまいりました。あーインをついた、インをついたエクリプス。さあどうでしょう、白くぶりが上がっておりますがどうでしょうか。あ、2番手にアドバンが上がりました。エクリプスが上がった。これコースアウトしたのはもちろん柳田、これなんですよね柳田。いやーこれはケイチさんがですねおっしゃっておりました、心配していたことが本当になりましたですね。ただこの後300も来ますからね、あそこね。いやーこれなかなか出られない。さあそんな中ザラビーが花を取りました。そしてその後にイクリプス、アドバン、スープラ、